はいはい、まずはね、おはようございます。今日はね、しばしの時間、神戸へ脱出いたします。三宮、神戸三宮です。あ、どうでもいいんでね、神戸三宮なんかね、向かい側に近鉄電車停車しております。バカの神戸人の顔見なくていいんですね。私はね、本日を近鉄電車に乗車いたします。本日8両編成なんでね、私この電車あっておりますね。この通り少し見えません。これどうでもいいんです、こちらの電車。はいはい、快速急行近鉄奈良駅、近鉄奈良奈良公園駅に乗車いたします。着席いたします。本来ならね、私明日から今奈良キャンペーンのね最後の期間でね、なんかちょっと話は長くなりますけどね、一応今ならキャンペーンで延長が確定しは予算がまだかなり余っておりね、予算が余ってたようで30日のお泊まりまで延長ということでね、あったようなんですが、私も気をつけて見ておりましたけどね、明日から私ね、今のキャンプのお泊まりね、ダメになりました。残念ながら、いや、お泊まりはね可能なんですけどね、割引がダメです。賞味ね3万円払ってね、それで行きたいんじゃないんでね、明日のもなんか1万、本来なので15,795円お支払いしてね、14,000円のクーポンいただけるはずだったんですよ。県がね振り回されてるそうです、やはりと思いました。県からね予算がまだたくさんあるからね、延長しながらね、突然ね昨日ね通達あったそうでね、もう昨日のお客様からね今奈良キャンペーンの金額ね適用されなかったそうで、だから私もね、例えば本日のものでもね明日のものも全てもうダメです。今回ね24日からね28日までお泊まりだったんですけどね、それをお泊まりすると200分余分にお泊まり可能なんでね、3月3日までお泊まり行う予定でね、体調も良くなったんでね予定しておりましたけどね、もうとんだ災難ですよ。まあ私だけじゃありませんよこれはね。前回ねもう2月の頭私体調崩しましたからね、あれが体調を崩していなければね、もう予定通りって言いますけどね、もうこれどうしようもありませんから、もう当てにするのもね、何なんですよ私。ですがね、今回の私奈良県のやり方はね、今までいいと思うとちょっとね納得いきませんよ。20日にない予算ね、私それは知りませんでした。まあよ、うすうすね延長するんじゃないかという予感はあったんですけどね、一応もう何度でもね2月28日までお泊まり終了ということでね、じゃあもう2月終了の時まで予約ねうまく取れましたからね、予定しておりましたらもう今日確認のメール届きましてね、電話かけるとまあこういうことだったんですよ。今日県の方に文句言おうと思いましたけどね、今日県も今奈良キャンペーンのね窓口に今日電話閉鎖されておりましたからね、私一言言わないと気が済みません。
あの、あれほどね、予約一旦していれば可能ということを話聞いていましたからね。その上に今回ちょっとね、県の予算たくさん余っていながらね、突然ね、予算上限出しましたって、こんなものね、援助するからね、予算上限達するんでしょう。もし延長なんかしなければね、私通常通り明日から予定通りね、お泊まりいたしておりました。ちょっと窓閉めますね、うざいんだな。私はビリだった。飛んだね、もう大損食らいましたよね。普通のね、旅行支援も3月いっぱいで終わりそうですしね。私一番ね、腹立たしいのね、予算上限出したり、再びね、予約返したりね、屋根方がね、私のけじめのないこと、とても腹立たしいですよ。予算が打ち切ったでね、それでね、もう割引適用不可能といえばそれでいいですよ。他のじゃらんでもね、楽天でも。再びね、予約開始ですってね、ふざけたこと言っております。私ああいうこと大嫌いなんですよ。予算がね、打ち切りはそれでね終了すれば私はそれに納得いきますけどね、今回ちょっと奈良県のやり方、まずね、予算がかなり余っておりまして、延長するということでね、延長を行った途端にね、もう私の予約もダメになって、まあ、予約はね、普通通りお金払って、そんなわざわざね、2月に3万円払ってね、行きませんよ、わざわざ。そんな、奈良ね、行くの楽しみでしたけどね、そのキャンペーンがあったから私も行きましたけどね、行くのなら3月とかね、気候の暖かくなってから行きますよ、そんな。それぞれも、ね、予算出したのどうしようもないんでね、そんなことをいつまでも私はね、ごめんなさい、私はもう明日黙っていません、県の方には、ね、かなりオーバーなことね書いておりましたけど、まあそれはそれでね、まあね、5日泊まってね、お泊まり200、今はもう一泊は可能です。だから無料でね、どこの東横園でもシングルなら可能なんです。それね、活用してもね。で、私3月1日ね、この部屋もね、予約を行ってたんですよ。ちょっとね、どうしようかと思って。1日行ってもちょっと早いですしね。もうそんなね、当てにはもうできませんし、だから本日本来のね、抗原検査の予定だったんですけどね、もうそれキャンセルいたしました。明日からね、使わないで、そんな抗原検査ね、わざわざ、金山まで行ってね、神戸の金山ですけどね、金山まで行ってね、バスに乗車して金山まで行ってね、そんなもう無駄足ですんで、もうこれ、ご覧の通りね、これ、近鉄電車乗車しましたけどね、ただいまよりね、私奈良県のね、山奥のね、大浦に向かいます。大浦、大阪梅田なんですけどね、食事行きます。お腹も空いてましてね、体調崩しがちょっと今日はね、良くなってるので体の方ちょっと心配でしたけどね、昨日休みまして、別にね、今日お風呂は早くから入りましたけど、気持ちよくね、もう昨日ちょっと苦しかったんでね、入りませんでしたからね、午前中入りまして、他ね、行っとこうもありますんで、今日ね、本来ね、特に予定がなければね、行きませんけどね、予定ちょっと月曜日にね、予定スケジュール組み込みましたので、ね、
だからまあ1週間ね、結局ぽっかりね穴が開いちゃいましたね。まあね、テストが2月ですからね、まだね、そんなにね、考えることもいりませんしね。まあそのだけはそのだけなんでね。まあだからって東横にね泊まるときも全国にありますからね、その点は泊まればいいですしね。まあそこら辺ね、まあ何の東横にはね悪くないんでね。大垣です。次は西宮に停まります。芦屋には停まりませんのでご注意ください。芦屋とはしです。芦屋に停まります。東京港は停まります。東横井の方にね、かなりクレーム文句とね、相当いろいろなんか言われたそうですけどね。ホテルの方は何も今回悪くはないんでね。ホテルの方も災難ですよ。剣に振り回す、まあ確かにそうです、剣振り回しております。私も今回ねやり方ちょっと納得いきません。私利用する側ですからね。次は西宮、西宮です。活用面できてね、行けましたからまだね良かったですけどね。まあだからといってそんなね行くとき当然ありますよね、奈良はね。まあ、県がどうのこうのね、そんな一言は言いたいのね。確かに私言いたいのは言いたいです。私の一番けじめのないことね嫌いなんでね、予算打ち切った打ち切ったでそれでねもう終わりにすればいいんですか、再開したりな、ああいうこと私大嫌いなんですよ。そういうこと大嫌いなんでね。ただそれがちょっと腹立たしいことでね、まずはお話しさせていただきました。もう毎度のところね、15時30分にねもうシートキーピングって言いましょうか、もう席予約取ってあるんで、とりあえず向かいます。じゃあまずはね、まあ、明日からのね今のキャンペーンもう再開する、予算復活することはもうないと思います。状態見ておりますよね。もうその再開するんだったらもちろん活用しますけどね、もう私はいい加減しろとは言いたいです。けどね、どなたもそうです、もっとね厳しい文句言う方いますよ。それは私もね言うべきことは言いますから、そんな私甘くありませんからね。お金のこともシビアです、ね、使うときは使いますよ。お金のことは私シビアです。はい、どうもどう。航空会社の帰りね、くら寿司かスシローね近くにあるんで行く予定してますけどね、もうそれだったらねもう奈良県の山黒みたいなお酒目玉でね行けばいいと思って向かいます、ただいまより。